はい、皆さんこんにちは。ニュージーランドでワーホリをしているタイガです。今回はですね、ニュージーランド南島にあるアーサーズパスというところに来ています。アーサーズパスはですね、ウォーキングのコースがあったりとか、綺麗な滝がある、観光名所ですね。で、まずは最速ですね、ここに書いてあるデビルズパンチボールウォーキングトラックっていうところを行きたいなと思います。では早速行きましょう。わあ、すごい。めちゃめちゃ綺麗。水の音がすごいな。あそこに見えるのがパンチボールかな。アップ。ほーん。すごい、めっちゃ綺麗。苔、緑色の苔。綺麗な苔だね。苔マニアは喜ぶやろうな。なんだこの珍しい木は。面白いな、お前。近づいてきた。パンチボールが近づいています。もうすぐそこにパンチボールが見えてきました。すごい音。パンチボール、デビルズパンチボール、すごい。音とともに広がるこの雄大な大自然、迫力があります。こんな近くでこんな綺麗な滝を見れるなんて最高。すごいな。それにしてもデビルズパンチボールに到着しました。滝の音がすごくてですね、すごく綺麗な景色が広がっています。ここでですね、10分くらいリラックスできたので、次は分岐点まで戻ります。はい、デビルズパンチボールの上の方まで行って、今ですね、最初の分岐のところまで戻ってきました。いや、少しちょっとですね、上着を脱ぎたくなるくらいまで暑くなりましたね。今ニュージーランドは夏で、ただ今山の近くにいるので結構寒いくらいなんですが、やっぱり上まで登って降りてくるとちょっと体が温まってポカポカしてきましたね。ではですね、今このデビルズパンチボールウォーキングトラック終わったんですが、次はですね、このアーサーズパスウォーキングトラック行ってみたいなと思います。レッツゴー。ここにルックアウトがありますね。ちょっとルックアウトを見てみましょうか。こっちも滝の音が聞こえるので、下を見たら滝が見えるんですかね。はい、近づいていってと。ああ、ここ滝はまだ見えないですね。音は聞こえますけど。はい、ルックアウトの眺めはこんな感じです。あ
そこに少しだけ滝が見えますね。ただちょっと遠いですね。あ、ここはどこですか？道路まで来ました。道路まで来ましたね。はい、今道路を隔たったところまで来ました。だいたい50分ぐらい歩いてきたね。そうか、うん、はい、アーサーズパスビレッジの方から歩いてきたので 2.1 キロくらい歩きましたかね。今多分だいたい50分くらい歩いてきたかなと思います。はい、で、道路をですね、越えたところの向こう側にですね、続きがあるみたいなので、あっちまで歩いていこうかなと思います。はい、今道路を渡って反対側まで来ました。この後ですね、アーサーズパスルックアウトというところがここから 1.8 キロくらい先で、まあ、45分くらいみたいなので、そこまで今日は目標に行ってみようかなと思います。はい、サインがあるところまで来ました。ドブソンネイチャーウォークと書いてあって、左側ですね。で、下にアーサーズパスルックアウトでレイクミゼリートラックと書いてますね。で、500メートルくらいで、まあ、10分くらいで着くみたいです。じゃあルックアウトまで行きます。はい、ということでですね、最終的な目的地アーサーズパスルックアウトに到着しました。景色をですね、ご覧ください。お楽しみいただけたら幸いです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。